こんにちは梅花チャイルドケアコミュニケーションズの松原美里です今日は私を助けてくださる副業で秘書をやってくださる方を募集しております。私、ジムがすごい苦手なんですよ。いろいろアイデアは降りてきますし、行動力もあるようですし、よし、やってみようって思うんですけれども、まあ、何分、何と言いますかね。 あのこれまでもいろんな先輩のお手伝いをさせてもらったりですとかちょっと手伝って梅花って言われてやってたんですけどもねやっぱりこうお互いにチーンってなるんですね人ってやっぱり向き不向きがあるよねっていうやつですね。私も毎回思うんですよやっぱダメなんだこういう作業ってねで最近誘っては来たんですけども何分託せる人がいないっていうかですねあのすごい中途半端な仕事が多いんですよ私。 やってみて手をつけてで走り出して中途半端ででああれもいいねこれもいいねあれもいいんじゃないって言ってすっごい中途半端なのがたくさん残っていくんですよなのであのよくあの洗濯する服を脱ぎ散らかしていく人いますよねあっちで上着こっちで服こっちで靴下こっちでパンツみたいなああいうのをもうしょうがないわねって言いながら こそこそってて直ししくれるおかんみたいな人を募集しますそういう感じで私のジムをやってくださると結構私あのいいパフォーマンス発揮できるんじゃないかなって思ってます。そんなわけであのがっつり雇用うというよりはなんか空き時間で一日4時間ぐらい手伝いますよでまあ,あの時給になりますけれどもあのフォローアップしますよっていう感じの人大募集です。ちなみにですね 私、あんまり土日とか関係ないんですよね。常に土日も講座やってますし、かと思うと平日でもブラブラしてたりもするときもあるので、なので、うん、臨機応変に対応してくださる副業で、秘書やってもいいよっていう心優しい器の大きな方、大募集です。お待ちしております。あ、ちなみに必要なスキルは、多分、Gmail をいじれる。 あと、ホームページをちょこちょこいじれる、あと SNS もちょこちょこいじれる、あと、教わればいろんなものをやってみるよっていうタイプの人、お待ちしてます。よろしししくお願いします松原美里でした